校はみゆです。今回は市長について考えを述べてもらおうと思います。それではまず経営者でありいわき若者応援会の代表を務めるサンドさん、お願いいたします。はい。市長の仕事のコンテンツとしては市の予算、条例、市議会、税金、教育、環境、その他インフラなど様々なコンテンツがあると私は理解しております。ですが理解できたのは最近の話です。それまでは市長って聞いてもいつどこで何をしているのかは具体的には分かりませんでした。岩木先生をはじめ政治家の方々とお話をするまではどちらかというとネガティブな情報ばかりが目に飛び込んできました。令和の時代になり幅広い年代や業種の方々に日々さまざまな情報が発信されていることから今後は市長もなるべくポジティブな情報をマーケティングすることが重要になってくるんじゃないかなと考えております。ありがとうございます。次に元法務大臣でかつていわき市長も務めた岩木先生、お願いいたします。はい。三藤さんが随分と難しい話をされましたが市長の仕事とは一言で言えば町づくりのリーダーだと思います。市民のリーダーでもありますね。内閣総理大臣は国会で指名されますが市長は市民の直接選挙で選ばれます。ですから田舎の大統領とも言えると思います。そしてそれぞれの市の地方政府の経営に当たります。市民の生活の安全安心を守りまたふるさとを住みやすい豊かな魅力ある地域に作っていく、それも市長の仕事です。外交とか安全保障といった分野ではなく地方の行政は市民の皆様の生活に密着しているだけに手応えがあってやりがいのある仕事だと思います。ありがとうございました。また関心のあるテーマについて質問したいと思います。